コルベール級装甲艦はフランス海軍が建造した装甲艦の艦級である。本級はフランス装甲艦最後の寄贈艦となったクラスである。鳥団の模型。停泊するコルベール。煙突の上の黒い傘状のものは停泊時にかぶせる雨水が入るのを防ぐためのカバー。また、手法バーベッド部には装甲は貼られていない代わりに、 1870年型 27cm 砲の門数は6基から8基に増加しており、原則の方角部に 27cm 砲を左右4基ずつ配置している。これにより、前後方向への火力は前級と同じ 24cm 砲2門だが、左右方向には 24cm 砲1門と 27cm 砲4門が試行できた。原則の砲角内には、 1870年型 27cm 砲が単層砲がで片弦4機ずつ軽発機が配置されており床面には円弧状のレールで 27cm ー砲のル砲を1000回移動させることにより少ない訪問から方針を出した際に訪問を視点として砲尾部を動かすことにより広い社会が得られた他には全球に引き続き複砲として原則に 1870年型 14cm 砲を単装砲がで6機から8機を配置した。竣工後に、節原乗り込み時の戦闘用の 47mm 回転式後連装機関砲が単装砲がで14機から随時増設され18機まで増備された。他に、対艦攻撃用に 35cm 単装魚雷発射艦が4機から6機が搭載された。 本艦に搭載された主機関は、船体中央部の主要防御区画内部に配置した、石炭戦線小艦を発揮に、水平型二段膨張式レシプロ機関二機1、軸水芯の構成戻ったが、機関技術の発達により出力は四千六百馬力に、工場指則力は十四ノットを発揮した。燃料の石炭は六百二十トン搭載された、状態で十ノット巡航で三千三百回りを、 航行することができた。世界の感染増加フランス戦艦誌ありがとうございます。